今でもまだ隠してたってことまあ、京都嵐山に来ていただいてます。一緒に来たんですか？一緒に来たんですか？いや、だって金曜日の晩からラジして、で、昨日奥月さんにいや、だってほら、ロックさん今朝さ、LINE 入ったからみんなでまた早起きだなと思ってた。みんなで早い、みんなでよし、これならバレないあれ、場所出ないもんねドッキリでしたね、皆さん。超ドッキリ、超大成功だよね。向こう向いた時に俺なんかさ、じゃ隠れるように歩いてたから俺は立本と申します。よろしくお願いしますとかですね、あの縦釣り用のドットが14本あります。これを、30人の方で回していただく形になって、申し訳ないんですけど、強制的に15分で右隣の人にお渡すみたいな感じで、でただこれを買えば投げれば釣れるっていうわけじゃないんです。適切な動かし方があります。釣り方がそれができないと、かえってもっと釣れない、通常の釣りより釣れなくなります。だから今日は、このルアーを使って適切な動かし方をお教えしますので、角度を変えればいいだけです。これが一番多分ラインが出ます。ナイス、素晴らしい。いや、カメラ回したとまん釣っていただけるなんてもう持ってますねはい、俳優志望ですか？ガンってきました。違うでしょ、あの人間すごいから、あの頭で感じなくても先にこれ指がカンと感じてるはずなんですよ、ね、チームそのあのほら脅かしてドッキリしたくせにシゲさん頑張って、ゆうきくんが見てますよ。フルさん頑張って、関東代表なんですよ、関東代表今度は関東代表で来てますからね。やっぱチームその団体戦弱いなよーいスタート。ただヒットの掛け声をお願いします。こいちゃうか、上からのコースか、ちょっと負けたのか、お、なんかドラグになってます。ヒット、お一人ヒットです。ネットインまでです。バラストしな、バラストしな、おめでとうございます。一抜け、あ、ヒット様、あ、ヒット、あ、ヒット入りました。あ、お尻までですね。はい、空気読んでくださいよ。お願いします。タモ空気読んで、あ、いけるかな。トラブルタモって言いません、ごめんなさい、ネットでした。はい、2抜け決定です。ピッタさんもダメ、クレジーボム、これ何これ破せたとクレジーボム。よーい、スタート。あ、手前まで早い。ネット、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 ネット貸してあげてください。ネットお願いします。はい、終了、優勝決定。おめでとうございます。めっちゃすごい、はい、いいですか、じゃあ行きますよ。よーい、スタート。あ、来た。お、フィッシュ、フィッシュ、フィッシュダメです。フィッシュダメ、フィッシュ、フィッシュ、いや、フィッシュでもいいです。はい、終了。ありがとうございます。素晴らしい。
勝った方のみでお願いします。そんなの何でももらう中で、はい、じゃあ行きます。最初はグー、じゃんけんぽい。よっしゃー、勝った方、グーの方。ダメですね、読んでないですね。グーの方、グーの方のみ、座ってください。負けた方、はい、座っていただいて、グーの方のみ立ってください。グーの方のみ立ってください。はい、じゃあグーの方だけ行きます。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。よーし、チョキの方のみ、チョキの方のみですね。はい、グーはダメ。グーの方、前の方お願いします、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。ああ、そんなこと言うのかな。共同参戦に考えるな。3人、あ、じゃあ3人でお願いします。頑張れ。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。おおペレット、おめでとう。残った。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。すごいな、みんな。すごいよ。最初はグー、じゃんけんぽい。おお、やった。ほら、女性と相手が子供が負けてくれる。何出しますか。ほらほら、始めた。5年間から嘘ついたことない。嘘から来てますけど、静岡から来ますけど、これは決まったな。嘘ついたことないので、チョキでしたっけ。はい、動画を撮ってるんで、500人ぐらい見るんですよ。なんだよ。はい、5年間嘘ついてませんから。ここは商品取りましょう。浮気の時だけ。はい、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。よく書いたから、よく書いたから。はい、ありがとうございます。何出します。じゃあ時間短縮ですよ。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、どうぞ。はい、おめでとうございます。じゃんけんぽい。おめでとうございます。もうあと1個しか残ってないよ。はい、じゃんけんぽい。あ、じゃあお二人で。おお。いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。おお。すげえな。すごいよ。はい、ありがとうございます。リリーさんですね。これはあの、日本じゃないね。世界に5本しかないよね。その色はタイプは1本しかない。あの、さっき私が使ってたやつ、さらに長い桟橋用に。これですね。これの色違い。おー、これ手作、ハンドメイドなんで、これは市販されてません。これを、いや、市販されてません。はい、あ、そうなんだ。これはあのどっかのところ、はい、どこだけ。じゃあこれ全員でどっかのどっかの。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。おー、来た。ちょっと食べない。おー、来ましたよ。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。あ、5人だから絶対来ますよ。いいですか。最初はグー、じゃんけんぽい。うわー、ちょっと、マジでございます。マジでございます。ちょっと時間だけど、ちょっと時間だけど、ちょっと時間だけど、ちょっと待ってください。すみません、ちょっと特別商品を嵐山フィッシングエリアさんからいただいております。はい、じゃんけんぽい。山下さんが一つ最初はグー、じゃんけんぽい。あー、チョキ。おー、5人。じゃあ、5人でじゃんけんぽい。3名様ですよ、この中で。6人だと、もう一回いきますね。はい、こんなですよ。最初はグー、じゃんけんぽい。チョキの方、チョキの方。あ、お二人です。おめでとうございます。じゃあ、これは全員で行きますよ。よし、最後です。はい、この配信なんか盛り上がってますね。はい、もう一回全員行きます。いいですか。いるの。
いるな。あこれ買ってました。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。あっ、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 あはい、あの静岡なんで、多分こんなに来れないので、はい、はい、割と12以下とかでやってるんですけど、なかなか関西の方には来れないので、今回ちょっとこういうごちゃごちゃしちゃった方、ちょっと申し訳ないと思っています。で、やっぱり年に2回ぐらいは今後も続けていきたいと思いますので、もしよろしかったら、また参加していただくと、嬉しいです。で、もう大阪のフィッシングショーも4年連続私も行ってるんですけど、なかなかブースに遊びに来てくれる人がいません。4年やっててもやっぱみんなバスの方にバーッと走ってっちゃって、完全に無視で通り過ぎてっちゃうんですよね。なのでもし来年のフィッシングショー大阪も出してますんで、もしよかったらフィッシングショーに行くならちょっとブースに顔出していただくとありがたいなと思います。はい、今後もじゃあよろしくお願いします。今日はありがとうございました。